納豆グニュー。どうも、好きな納豆はおはよう納豆の超細かい刻み納豆納豆部部長花村壮太です。はい、はい、どうも、好きな納豆は高野フーズさんの出番は俳優の武志直樹です。えい、いやいやいやどうも、俳優の伊沢由紀です。いや、好きな納豆のカッツマって花村壮太さんのセリフあのね、カンペがここにあることを言ったらあかん、はい、それ巻き戻したら俺ここ見てんのバレるから本当だよ。さあ今回はですね、はい、納豆部ニュース皆さんもお待たせいたしました、はいはい、いよいよ総選挙を開催したいと思います。イエーイ、来ました。たくさんの方たちからですね、はい、デザイン案をいただきました。ありがとうございます。そのたくさんの中から僕たち納豆部3人と、スタッフさんである程度まで数を絞り込みました、はい、ここからですね、総選挙で投票を行いまして、はいはい、獲得票数が一番多かったキャラクターを納豆部のキャラクターとして、はい、採用させていただきたいと思います。素晴らしい。これすげえ。いや、これね、またね、1位になったキャラクターを考えてくれた人にはなんとなんと茨城マルシェさんで、はい、納豆関連商品の買い物ができるギフト券、はいはい、まさか3万円いただきます。3万円お金を強調する。違うんだよ、そこじゃないんだよ、強調する選挙の期間は、はい、4月14日から4月30日まで投票を受け付けています。投票の詳細はゆうき、はい、詳細注意事項はこの動画が載っているテキスト記事に、書いてありますので、ぜひそちらの方をご覧になってください。自分で言えよっていうのが書いてあるのねもうこれさ、今後やりづらくなるやめよ、まあ、とにかく、皆さんの1票で我々納豆部の公式キャラクターが決まりますので、はい、本当にいいなって思うものに投票をお願いしたいと思います。お願いします。ストップ組織票組織票よ。組織票。ストップ組織票。じゃあ違う。組織票。もうそこはいいわ。それでは、はい、投票お願いします。お願いします。ABEX 納豆部公式キャラクター総選挙は2017年4月14日から投票開始。詳しくは ABEX マネジメントの公式ホームページをチェックしてみてください。あなたの清き一票をお待ちしております。